私の名前はかなこ。動物が大好きなどこにでもいるプリンセスに憧れている女子小学生だ。ねえ、あなたたちはどこに住んでるの？なんで子供じゃなくて大人ばかりなの？けれどハトは何も答えない。そりゃそうだよね。プリンセスとかなら動物と心が通わせられるんだろうな。お呼びかしら。え？その時私に声をかけてきたのは今日もあなたたちは元気そうね。うん、とっても素敵よ。さあみんな、ご飯の時間よ。本物のプリンセスだ。それが私とプリンセスエリとの出会いだった。すごいハトさんたちとこんなに仲良しにただのハトじゃないわ。ドバトよ。体長は約33センチ。課金化されそうになったカワラバトが野生化した子たち。それはまさに呪いから逃げるプリンセスと同じね。そうだったんだ。え？じゃあなんで人間がこんなにいる公園とかでたくさんいるかって？聞いてないけど、どうして？ドバトたちはみんなとても頭がいいのよ。私みたいに餌をくれる人間がいることを知ってるの。だから商業施設や観光地で群れをなすことが特徴なのよ。危ないから回らないで。あら、ごめんなさい。すっかりプリンセスに見入られた私はハトのことをもっと聞くことにした。プリンセス、ハトのこともっと詳しく教えてよ。いいわよ。ハトはこうやって日中は人間を観察して餌を求めて。プリンセス？プリンセス心配しなくていいわ。ちょうどみんなと水浴びをして遊びたかったの。気持ちいいわね。みんな最高ね。この辺りから私はプリンセス、さすがに恥ずかしいから出た方がいいよ。公園の噴水にて華美な服装の不審人物を発見しました。至急応援を。そうね。ちょっと目立ちすぎちゃったかな。このプリンセスがちょっとヤバい人なのではと感じ始めていた。警察の職質をなんとか乗り切った私はとりあえずプリンセスの後をついていった。自己紹介が遅れたわね。私はエリザベスシュガースイートって呼んでくれていいわ。そうですか。私はかなこです。よろしく、プリンセスかなこ。さっきの職質で佐藤と名乗っていた気がしたけれど、それは黙っておくことにした。そういえばハトのこともっと知りたいって言ってたわね。うんほら、ハトって子供の姿とか見かけないなって思ったし。そうよね。まずはハトがなぜ平和の象徴と言われているか知りたいわよね。この人ほんと話聞かないな。旧約聖書にも書かれているノアの箱舟が由来ね。洪水を乗り越えるためのノアの箱舟に乗って47日目、陸の様子を見てもらうためにハトを放った時、そのハトがオリーブの枝をくわえてきたの。それが洪水を乗り越えたことを伝えてくれたのね。だからハトは平和の象徴なの。そうなんだ。思いっきり人の家のオリーブの木の枝をちぎっている気がしたが、とりあえずスルーしておいた。でもね、平和の象徴だって大々的に広めたのはあのピカソよ。ごめんね。ピカソっていうのはパブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ。フルネームじゃなくて大丈夫、わかるから。うまい人だよね。そうそう、そのピカソさんが1949年のパリで開かれた第1回平和擁護世界大会のポスターでハトを描いたのがきっかけ。その後もポーランドで核兵器廃止のポスターに翼を広げて飛ぶハトをモチーフに描いたりしてたの。アトリエでもハトを飼ってたくらいらしいわ。娘さんにもスペイン語のハト、パロマって名前をつけたんですって。そうだったんだ。あのプリンセス、肩になんかついてる。気にしなくていいわ。彼からの贈り物よ。思いっきり不運な気がしたけれどスルーしておいた。さて、せっかく私の後ろに来てくれたんだし、お茶を入れるわね。鳩麦茶と鳩サブレをいつか来るお客さんのために準備しておいたの。大丈夫、ほんと大丈夫だから。なんか汚そうだし。でもなんで佐藤さんは。プリンセスエリシュガースイートよ、間違えないで。プリンセスはなんでこんなところに住んでるの？そう尋ねた時、私が辺りをふと見渡すと、大量の鳩の視線が私に突き刺さった。決まってるじゃない、私はこのお城をお友達と一緒に暮らすために建てたのよ。みんな昼間は人間の近くでいるけど、日が沈むとこんな感じで人目がつかない巣に戻るのよ。え、あれ全部鳩？何羽いるの？この間に何羽か巣だって、103羽くらい。怖すぎて震えが止まらなくなった。でも落ち着いて、巣立った鳩もいれば新しい仲間もいるから、孤独を恐れないで。そんなポイントで怖がってないよ。新しい仲間？見て、そこには2羽の鳩と巣で温められている卵が1つあった。あそこで新しい命が今温められているのよ。ほんとだ、これは普通にすごい。鳩の卵なんて初めて見たでしょ。あら、今日はパパが温めてるのね。頑張ってね、パパ。パパ？すごいのよ、鳩の子育てって。産卵後7日はママが見て、その日以降はローテーションで両親が温めるのよ。人間と違ってママが極端に頑張りすぎないのがいいところね。プリンセス、何か嫌な思い出でもあったの？プリンセスにはいろいろ悲しい過去があるものよ。ほら見て、もう卵がかえったわ。産卵後18日目だからそろそろかなとは思ってたけど、よかったわね、パパ、ママ。嘘、決定的瞬間見逃しちゃったよ。プリンセスの気候にはドン引き続きだったが、念願の鳩の赤ちゃんは私の好奇心をかきたてた。すごいな、かわいいな。そうだ、この子家で買おうかな。餌とかちゃんと準備して。かな子、言い忘れていたんだけど、人間の世界にはたくさんのお約束があるの。鳩や卵を捕獲したり傷つけたりすることは鳥獣保護法によって禁じられているのよ。あなたはまだ小さいからセーフかもだけど、100万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役を課せられてしまうの。それがこの世界のお約束なの。わかったわかったわかったから、ごめんなさい、買いませんから。だから私はこうやってプリンセスとして近くで見守ることにしたの。ほら見て、パパがミルクをあげてるわ。え、パパがミルク？どういうこと？鳩ミルク知らないのね。鳩たちはね、自分の体でとても栄養価の高いミルクをパパもママも作れるの。だからこうやって口移しで分け与えられるの。さあ、かなこも試してみる？大丈夫です、やめてください、近いです。でも今日は楽しかったわ。私のお友達の魅力を伝えられて。よかったらあなたもここで暮らさない？この新しい仲間の成長をこんなに近くで見守れるのよ。鳩の子供は親が保護してるから、こういうところでしか見られない。最高の楽園だと思わない？宿題あるので帰ります。またテストとか終わったら来ますね。約束よ、かなこ。鳩の子供がどうして普段見かけないのかの謎は解けたが、あのプリンセスと深く関わってしまったら人として何か大切なものを失いそうだったため、その場を私は後にした。それから約1ヶ月が経った。そういえばあのプリンセスとまた行くって約束してたな。あの赤ちゃんどれくらい大きくなってるんだろう。そんな好奇心もあった私は再び橋の下のプリンセスのところへ向かった。佐藤、プリンセス？あら、かなこ、ごめんなさい。お別れっていうのは大切な旅立ちなのに、何度経験しても悲しいものね。え、お別れ？逮捕状とか立ち退き要請とか。ええ、違うの。あの子もう巣立っていったの。え、1ヶ月しか経ってないよ。それが子供鳩を見かけないもう一つの理由。成長が早いのよ。10日目には羽も生え揃うし、15日目はパパとママのトレーニングで羽が動かせるしね。早っ。そんなに早かったの？その過程は確かに見たかった。それに夫婦交代制で常に子供が見れるから、成長もスムースなのよね。そっか、ハトミルクの栄養も高いからすごいんだね、ハトって。あら、あなたは。聞いてね。プリンセスが手を差し伸べると、そのハトは手に乗ってきた。そう、あなたも家族のために新しいお家を探しているのね。この橋の下は安全よ。きっといい子育てができるわ。そうよね、お父さんっていうのは家族のために安全な巣を見つけなきゃいけないから大変ね。両親ともに子育てのために全力を尽くす、そんなハトのことが私はもっと好きになった。けれどあのプリンセスみたいにはなりたくないと思った。大人がガチで動物と話してるの見るの結構怖いな。かなこ、ここにまた来てくれたってことは、やっぱりあなたもここで暮らしたくて。うん、違う。やめて暮らさせようとしないで。そんなつれないこと言わずに。プリンセス？倒れてしまったプリンセスは、ここは小さな病院をやっているうちまで運んできた。スイートワンダーランドに戻ってきたの？違うよ、ひどい熱だったからここまで搬送してきたんだ。感染症の一種だ。おそらくオウム病だ。あれはドバトよ、オウムじゃないわ。オウム病はクラミジア菌が要因なの。ハトの糞にも含まれてるからオウム以外でもなるよ。君はハトと暮らしているらしいが、ハトの不用意な接触は控えた方がいい。でも私はプリンセスよ。プリンセスでも関係ない。クリプトコッカス症という脳や脊髄にまで菌が進行していく病気もある。妊婦であれば寄生虫が胎児に影響を与えることもある。死亡例もある。恐ろしい病気だ。脳、脊つい、プリンセスの魔法じゃ無理かしら。うん、無理だと思う。現に今日倒れてるしな。そしてプリンセスこと佐藤恵里は処置を受け、保険証を提示した後、症状も改善し帰宅した。私も帰るわ、パパとママのところに。うん、あとちゃんと就活もした方がいいよ。ちゃんと処方された薬飲むんだぞ。ありがとう。憧れていたプリンセスの暮らしは想像以上に過酷そうだった。ハトは身近な鳥であり、見た目も可愛いけれども、ハトの羽毛や糞は風に乗って舞い上がり、知らず知らずのうちに体内へ吸い込んでしまって感染する危険性も高い。さよなら、私のお友達。だから触っちゃダメだって。好きだからこそ適度な距離感を保って愛していくことをおすすめする。